お疲れ様でございます。1月2月と狙い目の暗号通貨を紹介してきました。1月は柴犬コインということでね、まあこれは暗号通貨にちょっとねきっかけを持っていただこうという意味を込めての柴犬コインだったんですけども、まあでもね50万倍っていう実績がありますんで、ですんで狙っていくにはいいかなと思っております。そして2月なんですけども、2月はね、白菜っていうコインをお話しして、あっという間に100倍になってしまったかなっていうところです。ただ、こういった、いわゆる草コインっていうのは、価格が落ちるときもね、早いんで、ご用心いただきたいと思います。そして今日、ずっとお見せしてるのが GX チェーンっていうね、3月に、まあ狙ってもいいんじゃないかなっていうのと、もうすでに、もう仕込んでる人もいて、やり取りされてる方もいて、なかなか面白いですよってことです。でこういうふうにね、価格がそうですね、数十円っていう時もあれば400円を突破してる時もあると、まあおおむね300円を突破してる時っていうのは結構あるでしょ。で、100円以下の時っていうのも結構あるでしょ。これね、こういうふうに乱高下が起きている通貨っていうのは100円以下の時に買って300円以上の時に売ると。ただこのルールだけ守っていけば、これ3ヶ月目線ですけどね、この3ヶ月ずっと利益が取れる、そんなコインになってるんですよ。1ヶ月で見てみましょうか。はい。100円以下で買って300円以上で売ったらどうですか？ね、単純に利益ずっと出てるっていう風に見えるでしょ？で、呼吸のように上がったり下がったり繰り返してますので、この方法が通用するんですよ。7日。ね。7日ですと、このあたりで売り、このあたりで買いっていう風に、100円以下の時と300円以上の時って2プライスって言うんですけども、これって分かりやすいでしょ？ GX チェーンですよ。で、1年で見ていくとどうなるかっていうと、最近こういう動きになったってことがわかります。ですんで、ずーっとね、今までね、眠っていたコインなんですよ。で、マックス、生まれてからこの方っていう形で見ていくと、実は2018年上場直後って、すごい値上がりしてるんですよ。見てください。10万円ぐらいになってるわけですよ。ね、それが今、400円、500円ぐらいになってるわけですよ。ですんで、大暴落を一旦起こしたコインということで、ポテンシャルはまだまだあるんですよね。そういった意味で言うと、白菜も 90% ダウンから始まってます。そして、柴犬コインもボラティリティがでかいということで、暗号通貨主要コインね、上位コインで10倍とか100倍ってのはとても狙いません。例えば、イーサリアムとかビットコインがこれから10倍になるかっていうと、なるにしてもかなり時間がかかると思います。今まで相当なペースで値段上がってきましたからね。これからは無名なコインを狙っていって、その売買差益、いわゆるね、10倍、100倍っていうのを取っていくって形で一夜にして金持ちになるっていうことです。で、この暗号通貨の買い方っていうのはね、私これですよっていうふうな結論だけ言いますけども、でも今お話したような手法以外にも相当なデータの読み込みとかね、それから暗号通貨の代表者がどう変わったとか、取引先とか資金源っていうのはどういうふうに変わっていったかっていうのをずっと分析して、やっとこうやって月に1個のコインを皆様に紹介するに至ってるわけなんですよ。もちろん私の見識が悪いこともありますし、どんなものにどのぐらいの可能性があるのかっていうことは、これは一人一人それぞれが自分の責任で判断するしかありませんので、私ができることっていうのはね、私はこれにしましたっていうことだけなんですよ。で、いくらで買っていくらで売るか、こういうふうな売買条件を皆さんに紹介するだけです。で、見てる方がそれをねやってくださいって話ではないですし、やらなかったから損したねって話もありません。ただ私が日記のようにつけていって、あとはその考え方が、もしね、お役に立てるようでしたら、まあそのまんま私に何の断りもなくね、勝手に使っていただければいいんじゃないかなっていうところです。当たり前ですけども、これは自分の責任で自分の資金を扱うことですから、誰かが言ったからとかね、どっかに書いてあるからっていう理由で売買するのは、まあやめた方がいいと思います。そういう方は投資に向いてませんのでね。はい、よろしいでしょうか。今回は GX チェーン、3月にもう紹介しようかなと思ってるコインでございます。それでは。